調印式ではキリンディスティラリーと JA 富士伊ズがウイスキーの原材料となる御殿場産の大麦の長期購入に向けてサインを交わしました富士御殿場蒸留所が今年で創業50周年を迎えたことを記念し今後御殿場の大麦で御殿場モルトウイスキーが製造されることとなりますこの日は樽詰式も行われ5年後に完成するということです